高野の子は、日本の音楽学者、国立音楽大学名誉教授、元学長。満州国時代に、日本の咀嚼地であった関東州の大連市に生まれる。東京芸術大学音楽学部学理科を卒業し、さらに同大学専攻科を修了後、ドイツ政府留学生として、中敏原大学に留学した。中世ルネッサンス音楽、ないし、 初期はロック音楽の声楽作品の演奏研究を専門として長く国立音楽大学音楽研究所に所属し、小楽器を用いた初期のオペラ作品の復元演奏に取り組んだ。1970年代から国立音楽大学が継続的に取り組んだ歌唱法研究の成果として、1989年にフランチェスカ・カッチーニ作品のオペラ、ルッチェーロの救出と、 クラウディオ・モンテベルディ作品のオペラ、オルフェオの古楽器を用いた演奏会形式による復元上演を企画、構成し、同年、ルッチェーロの救出の復元演奏を収めた CD が発表された際には、その監修に当たった。1995年には、国立音楽大学の創立70周年、記念事業として行われたアントニオ・チェスティ作品のオペラ、オロンティアを、 復元上演する試みの中心となった。2003年から2007年まで国立音楽大学の学長を務めた。ありがとうございます。